全国1000万人の、剣道ファンの皆さん、こんにちは。今回は9番から急にいなくなってしまったアダム、について考えたいと思います。最初の人間アダム、という語呂のいい響きで定着していますが、実は、聖書では固有名詞で登場することはほとんどありません。例えば創世記の2章23節では、ザ・マン、と訳されています。多くの場合、アダム、という言葉は、人、という一般名詞で使われます。ということで、アダムを複数と捉えることも可能です。アダムスというのは人名ぐらいしかないですが、アダムの複数形と考えても良いでしょう。新劇場版において、セカンドインパクトの回想シーンに光の巨人の描写があります。4人いますが、それぞれ微妙に違っていることがわかります。おそらくこれらがアダムスと呼ばれているものです。そして、劇中には、はっきりしない言葉として、アダムスの器、という言葉が存在します。ただ、アダムスの器、とはっきり呼ばれるものが存在します。それは、エヴァンゲリオンマーク9です。ミサトやリツコはブンダーが襲われた際に、アダムスの器、と呼んでいます。しかし、マーク9自体が、アダムスの器、ではないようです。とりあえず、アダムスの器、の一つであるようです。その特徴である、天使の輪、もついていますね。問題は、アダムスは4人、いるということです。では、他の3つはどこにいるのでしょうか。1つは、その特徴から。エヴァンゲリオンマーク6です。ゼイレの言う、元祖、真のエヴァンゲリオン、です。当然、天使の輪、がついています。そしてもう1つ特徴があります。それは言動のセリフにあります。午後浮きまでとは、作り方が違うのです。何が違うのかは、もう少し後でお話しします。さて、残りの2体はどこにいるでしょうか。1体はマリのセリフにあります。それは、エヴァンゲリオン13号機に対して言います。もはや、器ではなく生き残りのようです。さて、ここまでで3体出てきましたが4体目の言及はありません。後の頼りはその見た目です。天使の輪や、胸のマーク、羽の他に特徴的なやつが一人います。それは一番右の第三の目があるヤッコです。これと同じ特徴を持つ機体が一つあります。それは、幻道のお気に入りです。初号機は覚醒した後、こんな感じになります。機体のあたりが赤くなっていますね。これで、4体すべて揃いました。エヴァンゲリオンを見ている方は、すでに多くの方がご存知かと思いますが、私には、大きな疑問がありました。それは、なぜイブが出てこないのかです。そうですね、初めから出ていました。エヴァンゲリオンです。略称にまで意味があるとは思いませんでした。さて、アダムとリリスは神によって土から作られました。イブは、アダムの肋骨から作られたとされています。マーク6は他とは建造の仕方が違うと言われていました。アダムスから作られたエヴァンゲリオン。つまり、真の、エヴァンゲリオンですね。マーク6の目的は、サードインパクトを起こすこと、ガフの扉、を開けることでした。セカンドインパクトをアダムスが起こしたように、アダムスには、ガフの扉、を開ける力がある。そのために、アダムスからエヴァンゲリオンを作る必要があった。マーク9は定かではありませんが、13号機はできました。ではなぜ、初号機はできたのでしょうか。幻道の話が正しければ、5号機まではアダムスから作られていないはずです。そこで出てくるのが、ネブカドネザルの鍵、ですね。本来、7号機に使うはずだったものをお借りしてきた。前回、エヴァンゲリオンの元と言いましたが、アダムの元と、言った方がいいのかもしれません。ただアダムス成分を注入すればいいだけでなく、覚醒させる必要があった。13号機もそのままでは、ガフの扉、を開けず、覚醒する必要がありました。だから、幻道は初号機を覚醒させる必要があったんですね。いかがでしたでしょうか？ご覧の方の考えの参考にしていただけたらと思います。前回までの動画をご覧になっていただいた方、コメントをしていただいた方、この場を借りて厚く御礼申し上げます。